はい、今日の昼食アンパラヤで、それがマミ待てマサラ。フィリピンあるある、バスは寒いので防寒具は忘れずに。はい、じゃあこれからマナへ行ってきます。休憩所で腹ごしらえ。まだ旅路は長い。はい、バナベ到着。いや、去年もここから乗ったよね。手が空いてない。とりあえずこのトゥーリストセンターからバタットまでトライスクルで1200ペソ45分で、明日の朝8時から9時までの、帰りはね、8時から9時、ジップニーがある、200ペソでここまで帰ってくる、50ペソ。これは何のあれなんだろう。多分バナベの環境フィーみたいな感じの。バナベの夜明け前、朝5時半。てかさ、バナベさ、この格好でも寒いよね。時刻は朝の6時で、これからバタッと向かいます。で、前回なかったけどさ、トライシクル決まってるね。だからまあ不正をするドライバーもいないし、まあこれはこれ明朗会計1200ペソ。じゃあこれから行ってきます。はい。ありがとう。ありがとう。ありがとう。で、中国人の女の人と友達になって、これから一緒にバタッと向かいます。ポイントじゃないけど見応えはあるよね。天目屋の階段、山岳民族のヒューアー族が作り上げた2200の歴史、待っていたんだろう、ずっと2000年前から誰かを。なんでしょう「進撃の巨人」。大丈夫ですか？大丈夫。はい、バタット到着で、これからサイモンズインに向かいます。あいにくの雨だけどね。てかいつも雨。これはちょっと気をつけないと本当に滑っちゃうね。始まってるよ。てかいないでしょ、こんな雨の日に。てかもう虫探しすでに諦めてるけどな。ここは見覚えあるな。おお、すごいね、雲がかってるよ。バタットのライステラス、これもこれでまたいいね、いい感じ。やべえ、ライフに脱出やばすぎる。ウェルカムバターツーリズムセンター。ここだ、昔のツーリズムセンター。ここで前入場料払ってたよね。ダイモンズ0.2。おお。並んでるんだから。ナイスビュー。去年お世話になったサイモンズインに到着。トロいるかな。てか前回さ、ここでカブトムシとかクワガタとかナナフシ見つけられたからね。トロは連絡したの？まあ一応連絡したけどさ、来る前一応事前連絡取ったんだけど、ここ電波ないじゃん。Welcome to Simon's Viewpoint Inn。 ここのピザが美味しいんですよ。Long time no see. Yeah, long time no see. Long time no see. Yes, you are here. Yeah. Then I bring my friend. Sherry. Good morning. Good morning. はい。You can see rice dress there. 1年ぶりに訪れたパタットの世界遺産ライステラス。2000年の歴史。で、あそこに頂上のビューポイントがあるらしいからこれから行ってきます。はい、じゃあこれからビューポイントを目指します。1時間ぐらいですね。ああ、あそこの家があるとこ。小学校があるね。あるんだ馬が。勉強してます。ヘラポ。マガンダンマガ。Good luck with your study な。Study hard。バイバイ。I want to go to viewpoint. So which way? This way. Thank you. すごいね。これ運んでくんだもん。途中経過。向こうにサイモンズインが見える。ここ去年トロイと一緒に取ったな。取ったよね、やっぱ。うん。あれだね、もうすぐ着く。うん。で、反対側からなんか別なビレッジが見れるよみたいな、ライステラスが見れるよって言ってたね。こっち来たの初めてだね。初めてだね。うわ、すごいな。え？うん。すごっ。ちょっと。ナイスビュー。ようやく着きましたよ。ヘラッポ。あ、ほら。ウェルカムハイストビューポイントストア。おお。うん、来た甲斐がありましたね。1時間ちょいか。すごいな。でこのコルディレーラのさ、棚田のあぜをつなぎ合わせると2万キロだった、うん、地球半周の長さになるんだって。トロイって言ってたけどさ、この時期もう稲刈り終わってさ、うん、見頃のベストシーズンじゃないって言ってたけど、やっぱりこの壮大な景観は最高だね。うん、見応えある。すごいな、これちゃんと石の階段が作られてるんだね。頂上からの眺め。ここが頂上だから本当天国への階段一番近いんじゃないかな。うん、でも本当落ちたら天国行っちゃうね。バナウェイついて一発目のウェルカムビートル、なんだろう、細赤のネスかな。俺ちょっと期待できそうだね。うん、今日の朝食、トマトオニオンガーリックピザで、これが、うん、トマトオニオンサラダ。こういうシンプルなサラダが一番嬉しいよね。うん、しかもさ、これ去年食べたやつさ、めっちゃうまかったじゃん。いただきます。いただきます。キャベツ、人参、あとスライスオニオン。はいです。いいな、このさスライスオニオンのシャキシャキ感、うまい。これピッツァマジパリパリ感やばい。うん、うまっ。このさ、口の中に入れてる時にさ、トマトの程よい酸味とさ、あとオニオンが絡み合って絶妙なうまさ増す。優しい味ね。で、なんか生地はさ薄いんだけど、うん、もちもち感、うん、やばいね。あと耳パリッパリしてるやん。うん、うまい。あとは去年も言ったけどさ、こうやってさ世界遺産を見ながら飯食えるの最高だね。うん、すげえ、ポメロが自生してる。これね、マニラだと高いからな。今日の部屋紹介、2ベッド。シンプルだけど窓の外には世界遺産が広がっています。日が落ちたバタットの世界遺産ライステラス。夜はここで灯火採集します。今日の夕食コンビーフトマトオニオンガーリックピザでトマトオニオンツナサラダで、こっちがトマトオニオンガーリックスープトマト尽くし。このピザマジで本当にうまい、うん、これも前回食べたけど本当美味しかったもんね。いただきます。うまっ。ガーリックが効いてる。トマトオニオンツナサラダ、うんはい、このツナサラダとさオニオンのシャキシャキ感、うん、めっちゃうまい。相性抜群。トマトオニオンガーリックスープ、うん、おーうまい、うん、じゃあトロイロンタイノースイナで、トロイは今仕事してて先月9月に子供ができてお父さんになりました。うん、じゃあトロイ。コングラチュレーション。チェーズ。乾杯。で今日トロイは仕事で疲れてんのにさ来てくれたからね。うん、ありがとう。じゃあ今日はライトトラップ持ってきたんでトロイと一緒に昆虫採集。まさかの HID ライトが電源つかなくてライトトラップできません。やっぱ今峰買うしかないな、本当に。もう飲むしかない。高いだな。高い。乾杯。乾杯。